いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年式ポルシェ911ターボ S タイプ991をご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所に飛び石、フロント右ドア、左右ドアエッジに傷、フロントに線傷がございます。走行距離約2万キロ走ったお車です。ボディカラーはブラック、インテリアはレッドレザーとなります。ポルシェ切手のハイパフォーマンスモデル911ターボ S が入庫いたしました。通常ではオプション設定のスポーツクロノパッケージや光学オプションカーボンブレーキを標準装備とし、560馬力を発揮するパワートレインに四輪駆動を組み合わせ、地面をつかむような爆発的な加速性能を感じることのできるポルシェ最高峰のスポーツカーをぜひお楽しみください。エンジンスペックに関しましては 3.8 リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンを搭載、最高出力560馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く安全にお乗りいただけます。アルミホイールは20インチアルミホイール、カーボンセラミックブレーキに専用カラーのイエローキャリパーを装着し、足回りもバッチリ決まっています。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動での開閉となります。収納スペースはフロントへ配置し、お手荷物が収納できる十分なスペースを確保しております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはレッドレザーシートとなります。運転席助手席ともに若干の使用感がありますが、大きな破れすれがなく良好な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングを採用、パドルシフトにてお手元で自由な変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。クルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、長距離運転など快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正 SD ナビゲーションを装備、バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては7速の PDK を採用、センターのスイッチにてスポーツ、スポーツプラスモードを選択することができ、サスペンションは2段階の変更が可能です。フロント両席にはシートヒーターを装着しております。今回は2014年式ポルシェ911ターボ S タイプ991をご紹介させていただきました。560馬力を発揮するパワートレインに四輪駆動を組み合わせたポルシェ最高峰のスポーツカー911ターボ S でございます。精密なボディ設計によって高速走行時の安定性はもちろん、街乗りすら快適にドライブを楽しむことができ、サーキット走行など刺激あふれるドライブも合わせてお楽しみいただけるおすすめの一台となります。お探しの方はお早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせご来店お待ち申し上げております。よろしくお願いします。